皆さんこんにちは。今回は今から始めるけど、どんなスキルを狙ってどんなガチャを引けばいいかっていうコメントが5000万件ぐらい来てるということで、まあこういうわけわかんない質問にちょっと答えていこうかと思います。始めたての人には、今出てるオーダーだとこのオーダーですね、おすすめです。まあ今の期間で出てるオーダーの中ではっていう話なんですけど、まあこのアリスですね、これ片手直剣のモッドスキルなんですけど、まあこれが始めたての人にいいと。でまあ残生属性で、まあただね、この同じセット内でアリス3枚以上っていう要求があるんですけど、まあもう直剣モッドはこういう要求が厳しいやつしかもう来ないんで、まあ直剣モッドあるだけありがたいっていう感じですね。もう狙いやすいオーダーがね、こういうやつしかなくて。でこういうスキルがそのステップ5ですね、新星を1枚確定ってやつ、このステップ5まで引けるんだったらこれおすすめですね。ステップ5まで行くとこの看板スキルですね、ピックアップ4つのうちどれかが当たるんですけど、まあそれで狙うと、まあ出なかったらドンマイって感じなんですけど、これあのステップ5まで引けないんだったらもう諦めてジェム貯めてください。この直剣モッドよりもっと狙いたいスキルっていうのがあるんで、まあ今出てるオーダーには入ってないんですが、例えばこういうやつですね、地の呼ぶ声サーニャみたいな、このねパワーライズ4と書いてあるやつですね、その覚醒スキルです。まあ例えばこうやってオーダー見るじゃないですか。でこれピックアップされたスキルとか見ると、まあここ覚醒スキルって書いてあるじゃないですか、これを狙います。パワーライズ4って書いてあるやつね、持ってないならです。でもしパワーライズ4を持っているんだったら、まあこういうパワーライズ3と書いてある覚醒スキルですね、それを狙いましょう。それがオーダーに入ってきたら引きましょう、あの狙いやすいオーダーが来たらね。でまあパワーライズ3で覚醒じゃないやつで、例えばこういうなんとかブーストってやつですね、この小春の将来を見据えて小春っていうスキルで言うと、このダークブースト4っていう効果があるんですけど、これは闇属性以外のダメージが全部 50% 低下するっていうやつで、まあ闇属性だけ特化して強いんで、まあ俺すごく欲しいんですけど、まあ始めたての人は闇属性に限定されてしまうんで、かなり使いにくいっていう感じなんですよね。まあ強くなってくるとこういうスキルがまあ欲しくなってきたりするんですけど、まあ特定の属性以外全部弱化してしまう、こういうなんとかブーストって書いてあるパワーライズはやっぱ始めたてで使えるジェムとか限られてると思うので、最初はですがおすすめしません。まあだからね、もうねちょっと細かいことごちゃごちゃ言われても始めたての人多分わかんないと思うから、このアリスですね、これステップ5まで引けるんだったらこれを引く感じ、これを狙っていく感じがいいと思います。でこれステップ5まで引ききれないんだったらジェム貯めるのがおすすめです。あくまでおすすめなんで、本当にどうしても引きたいんだったら、例えばこういうね2500ジェムのあの星音1枚確定とか引いてもいいですけど、俺はおすすめはしないっていうだけで、別にこれも悪いスキルばっかりっていうわけでもなくて、いいスキル入ってるんですよ。めっちゃいいスキル全然入ってるんで、これでも全然いいんですけど、一番おすすめなのはこれをステップ5で引くっていう話です。一番はこういうパワーライズ4ってやつですね、なかなか来ないので、もし来たら狙っていきたいところですね。あとは初心者なんですけど誕生日ガチャって引いた方がいいんですかっていう質問あるんですけど、おそらくこのエギルバースデーのことを言ってるんだと思うんですが、始めたてだとまあ別に悪くはないんですよ、全然引いていいと思うし、まあ斧のねモッドスキルある方が全然いいし、あのまあむしろね、先を見据えるとこっちの方がいいかもしんない、片手直剣のモッドスキルより。まあそこはもう好みですね。まあこれ単体でまあちょっと強い、あでもエギル3枚要求か、まあとにかくね、あの外れではないんで、ただステップ3まで行くとこの看板スキル2枚が 25% ずつで、それ以外はこっちなんで、まあエギルバースデーの方がねおすすめかもしんないですね、本当に最強を目指すんだったら。まあでも
俺はこっちをおすすめしますね、これから始める人は。まあでも、そうだな、直剣もっとあった方が多分瓶集めとかいいから。まあ大体そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。